韓国銀行は9日、日本の国家信用格付けについて今後、経済状況が悪化する場合、追加的な国家信用格付け下落へとつながる可能性があるとした。韓国銀行はこの日発刊した海外経済フォーカスで国家信用格付け者フィッチが先月28日に日本の国家信用格付けの展望を安定的から否定的に下向かいけ調整したことと関連してこのように発表した。フィッチの主要国家別信用格付けを見ると、米国は最上級の AAA、韓国が AA、中国は A+などだ。日本はこの後にチリ、サウジアラビアと同じ A レベルに評価された。米国の信用格付け者スタンダード&プアーズもまた6月に日本の信用格付け展望を肯定的から安定的へと下げた。これに対して韓国銀行は国家信用格付けの展望調整に続き、シナカ銀行の信用格付けが調整される場合、外貨資金調達費用上昇など否定的な影響が現実化する可能性があると評価した。日本の信用格付けが下落した背景については日本の輸出急減及び消費投資不振による景気の急激な一時み、大規模な修正予算編成による政府負債の増加、最近の新型コロナ感染者数の再急増などと説明した。日本の今年第2半期の輸出は前年対比 16.6%、小売販売及び産業生産はそれぞれ 7.5% と 16.7% 減少した。フィッチは日本政府が新型コロナ対応のために総合57兆6000億円規模の1.2次追加経済予算を編成したことで、今年の政府負債が 26% ポイント上昇する見込みであると予想した。国家総生産対比 259% に上る数値だ。ただ、日本の持続的な経常収支の黒字と安全資産である円通貨の地位などを考慮し、信用格付けは A を維持した。韓国銀行はまた7月29日基準でフィッチの展望発表による株価及び為替レートの変動は微々たるものと評価されるとし、今回の信用格付け展望の下落による金融市場への影響は制限的だとした。韓国銀行は今年第2四半期の主要経済国の経済状況についての説明も続けた。韓国銀行は今年第2四半期中、大部分の国家の GDP 成長率が封鎖措置強化などの影響で統計編成以降最も大幅のマイナスを記録したとし、経済成長率と封鎖措置強度間では明らかな逆の相関関係を見せ、新型コロナ拡散以降の主要国の経済状況は封鎖措置強度によって大きく左右される形だと評価した。GDP 成長率を見てみると、米国は前期対比 9.5% 下落し、ユーロ地域もドイツ、イタリア、フランスなどが 10% 台のマイナス成長を見せ、12.1% を記録した。ただ、中国は新型コロナ拡散税鎮静による経済活動再開でプラスへと転換した。韓国銀行は米国の経済状況と関連して米国は共和党と民主党が最少で1兆ドル規模の新規経済扶養法案について論議を言っているが、追加の失業手当支給法案などを差し置いて意味が少なくない状況とし、上院の休院前に最終合意案を導出する見込みが優勢だが、両党間の合意が9月以降に遅延する場合、景気回復に否定的な影響を及ぼす憂慮があるとした。中国については今年の第2四半期は小規模商業銀行における永久債の新規発行金額が前期対比で大幅に増加したとし、中国政府は実物経済の回復を支援し、経済安定のために当分の間、永久債の発行を通した小規模産業銀行の資本拡充を容認する見込みだと付け加えた。